ょっとね暖房つけたんですよ。ハムスターがあまりにも活動しなくなっちゃってヒーターつけてるんですよ、動物用の。でもなんか全然活動しないから寒いのかなと思ってね、暖房をつけたらめっちゃ動くようになったから、ちょっと暖房をつけてるんで、なんか人間からしたらちょっと暑いんですよ。じゃあお茶いただきます。めっちゃねなんかハムスター用っていうかウサギさん用のペットヒーターつけてるんですけど、まだ寒いらしい。しかも毛布もかけてる、寒さに弱いのでね。こんばんは。すごい、あの配信終わった後にツイッターでエゴサーチしたんですよ。さあめちゃくちゃ皆さんがつぶやいてくださってて、たくさんありがとうございました。バンボシさん、たぶんありがとうございます。ほぼほぼもう全部読んだと思います。うん、ありがとうございます。たくさんつぶやいてくださって、しかも画像もね、なんかめっちゃ可愛い画像作ってくださってて嬉しかった。ケーキとアクスタのツイートあったかい。いや、あったのよそれが。びっくり、やってる人いるんだと思って。あった。で私もね今日ケーキじゃ買ってこようかなと思って買ってきたんですよ。ちょっとちゃんとしたケーキ屋さんではないんだけど、なんかただでさえね今ダイエット中だからあんまりガチガチのケーキはちょっと買わないでおこうって思ってコンビニでケーキ買ってきました。モンブラン、でもこれバターモンブランらしくて絶対カロリー高い。ちょっと生クリームついちゃった。しかもね私別にねケーキ食べたい気分じゃないのよ全然。なんならなんか夜はめっちゃケーキ食べたいと思ってたんだけど、夜ってあの日またぎ配信した時の午前中はなんだけど、起きたら全くケーキ食べたくなくなっちゃって、えどうしよう、でもケーキ買うって言ったしなと思って、プリンじゃダメかなとか思ったんですよ。プリンじゃダメかな、ティラミスとかコーヒーゼリーじゃダメかなと思ったんだけど、いやでも誕生日って言ったらやっぱケーキだしなと思って、いろいろちょっとコンビニ何軒か回ってあの買ってきました。ありがとうございます。たまありがとう、ギフトもありがとうございます。なのでちょっと食べようかなと思います。しかもねなんか気になって、これがバターモンブランケーキなんですよ。お手軽にコンビニで買えるこれがね、これが見てバターミルク、これバターバターだと思って買ったんだけど、さっき一口飲んだんですよこれ。初めて見る新商品、ミルクセーキみたいな感じなのかなって思ったけど、もうめっちゃ甘くて喉が枯れたんですよ。味めっちゃ美味しいけどめっちゃ甘くて喉が枯れて、今あのお茶をめっちゃ干しててお茶を飲んでる。濃厚そう、いや思った以上にあっさりではあるんだけど、なんかあのバターの飴を溶かしたみたいな、バターバターで揃えたんだけど思った以上に甘くてちょっとどうしようか困ってます。うん、飲んだよ。あ本当？これも美味しいのよ。ちょっと飲んでみますね。あ、美味しいけど甘い、すごい甘い、めっちゃ甘い。これ、ね、これは一回置いといてお茶でケーキ食べたいと思います。合わないんだけど、ちょっと俺らの濃いお茶で
多いお茶でいただきたいと思います。はい、というわけでもうね、多分ねケーキを用意するってこともねめんどくさくなるんですよね。こう一人暮らしでパーティーとかもしなくなっちゃうと。なので超お手軽ですけども誕生日パーティーを一人でぼっちイズパーティーを開催したいと思います。いつもの配信と何の違いもないんだけどささやかにろうそくも何もないですが誕生日パーティーを開催したいと思います。ケーキ入刀、じゃ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 ーん、じゃ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 ーん、じゃじゃじゃじゃ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 ん、だらららだたたん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 たらんたらんたらららららたんたんたたん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 たらん。すー、それでは皆様ハッピーバースデーの歌を歌いましょう。いきます。ちゃんちゃらんちゃんちゃんちゃん、Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear ゆうちゃん。Happy birthday to you. おめでとう。ありがとう。ふう。わー、パチパチパチ。いただきます。あー。うん、甘っ、甘っ、おいしい。何味、なんかバターモンブラン、めっちゃシャリシャリしてる今ね、もう喉めっちゃ渇いてる、ほんとに。ちょ、お茶足すわこれ請求な、もう請求誕生日よ。え、でもなんかシャリシャリ言ってる、なんだろう。いただきます。じゃあちょっと一人で味わいたいと思います。いただきます。あれ、シャキシャキ言わなくなっちゃったどこでシャキシャキ言ってたん。うん、中間層で言ってるわ。このケーキを食べれば誕生日パーティーが成立するって思ってる日本人の意識を正した方がいいと思う。ケーキを食べなくても気持ち次第で誕生日パーティーはできる気がする。現に私はもう今日喉が渇いてるプラスあまり甘いものを欲してないせいで、もうなんか本来であれば美味しくいただけるものを美味しくいただけてない状態にある。これは悠々しき事態ですなんかそのハッピーバースデーの代わりにハンバーグとかが食べたい、塩気を欲している。うん、まあそれでも美味しいもんは美味しいんですけどね。なんでこれ23歳かこんなへりくつをこねまくっているのでしょうか。プレゼントは必要かな。いや、それが自分にプレゼントを買ってなくて、なんか今日誕生日っぽいことを何もしないんですよ。困った困った。駒澤大学
そう、なんかかろうじてケーキがここにあるって感じで。もあの昨日は皆さんからの誕生日プレゼントを受け取りに行って、あのちょっとだけ持って帰ってきて開封はしたんですけど、その自分で自分にはもらってないですね。あ、でもメンバーからあの LINE ギフトとかでいただきましたね。今日ちょっと誰とも会ってないから、ソラハぐらいかな、昨日の夜の突撃ソラハにしか会ってないんだけど、みんなから LINE ギフトいただきましたね。でなんか6人ぐらいからスタバのギフトもらって、誰だったかな、ミカニャン、あとメンバーね、本当にめっちゃスタバのギフトくれたんし、うち あの親と妹もスタバのギフトだったんですよ。誰だったかな、もう本当にみんなスタバのギフトくれて、なあれなんでこんなスタバのギフトくれるんだろうと思ったら、妹がなんかゆうちゃんの欲しいものリストに入っとるよって言われて、えみたいな、何それみたいな言ったら、なんか私 LINE のなんか欲しいものリストみたいなのにスタバのギフト押してるらしくて、全然そんな身に覚えがないんだけど、なんかあの LINE のギフトってなんか自分で Amazon みたいに欲しいものリストができるんですよ。ちょっと私なんか欲しいものスタバ押してるらしくてめっちゃみんなからスタバ届いてびっくりした。そう、でもありがとうございますなんか、ね、おねだりしてるみたいになってた。ありがとうございます。でも嬉しい。ちょ、ダイエット始めたばっかだけどスタバ行きたいと思います。本当にね、みんなから届いてた、うん、そんなん押したっけなって感じなんだけど、身に覚えのないやつ。タワーありがとうございます。コバチャさんタワーありがとう。さ、妹がね、しかもね、なんか番組のキャプチャー画像みたいなの送ってきて、なんか欲しいものリストを公開する女はなんかやばいみたいな、なんかあのタレントさんの発言のキャプチャー画像みたいなの送ってきてみたいな、ええやんけ、アマゾンじゃないんだからそう、 LINE ギフトでスタバ欲しいって言っただけでめっちゃなんか妹から言われましたなんでこんなにスタバ来るんだろうと思ったんですよ。でもありがとうございます本当に美穂凛とかなんかチョコレート、クリスマスチョコレートみたいなくれたかも、 LINE ギフトで。だからすぐさま配達するように言っといた。遠征帰りに着くように設定しました。楽しみ、めっちゃ美味しそうだった。あともうなんかみんなから LINE 来たりとかして、嬉しかったですね。うん、パセリはなんか動画、私が盗撮されて怒ってる動画が送られてきましたね私がめっちゃこれで睨んでる動画が送られてきました。見たい。いやね、ちょっとね、まだ言えない撮影現場のやつだからね、しかもあまりよろしくないからスタッフさんとかめっちゃ映りまくってるから、ちょっと見せればしないんだけど、それが送られてきました。イースターありがとう。ケーキ、うん、
嬉しかったね。でもみんながツイートとか、でもなんかみんな個性豊かでした楽しみ。でまだ終わらないからね、まだもうちょっとあるから、誕生日楽しみたいと思います。ケーキタワーどうぞ。ありがとうございます。鳥谷チョッパーさん、ケーキタワーありがとう。てかもうめっちゃあれだね、なんかクリスマスこの壇上がハウステンボスかなって感じ。いやハウステンボスめっちゃ行きたいんですよ。今クリスマスしてるじゃないですか。でミチさんにね、なんかハウステンボスにあるミキフィーのカフェがめっちゃ可愛いっていうのを言ったら、行きたいって来たから、行きますかって言ったんだけど、行ってくれるかな。でも長崎ちょっと遠いんだよね、広島から。一回博多行って、博多からなんかリレーカモメみたいなの乗って、いや九州のあの新幹線乗らなきゃいけないから、なかなか遠い。しかもまたさらに遠いよね、ハウステンボスって。なんかでも行きたいな。最近めっちゃ流れてきます、ハウステンボスのクリスマスの動画、めっちゃ可愛い。行きたいっすね、うん。ちょっと冗談で行きますわらみたいな感じで言ったけど、行きたいって来たけど、その真意が本気で行くのかわかんない。でも行きたい、こっちと、こっち的には。ファンの皆さんからめっちゃミッフィーのタンプレいっぱい来た。私そんなミッフィーキャラだっけと思ったけど、めっちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。でも見れば見るほどミッフィーがマジで自分の描いた、私の描くあのコンプラウサギにしか見えなくて、ほらみたいな、ブルーのまさかお前パクったとかね偉大な方に何ちゅうこと言っとんねんって感じなんだけどなんかめっちゃ悩み届くんですよ今手元にある。これとか虚無なんだよな逆でしょ、ね、それはそうかわいいよねミッフィー、なんかこんなシンプルでこんなかわいいことあるんだなと思って、めっちゃもらった、めっちゃかわいい、これとかめっちゃかわいい。今ねお化粧さっきまでしてたから手元にミッフィーがいっぱいある。かわいくね、ありがとうございます、ギフトありがとう。みんなセンキューやで。すごい、このブッシュドノエルのケーキのギフトとかあるんだね。リュークさんありがとうございます。なんかめっちゃクリスマスだな。誕生日おめでとう、ありがとう。クリスマスだ、もこもこいいね。これ今日の、今日放送してた足金の時に着てた衣装なんだけど、なんかこれプレゼントなんだけど、マジでよくわかんない紐がついてて、これの着方を教えてほしいって思って、紐がね、なんかめっちゃ長い紐がついてるんですよ。でこの紐をどうしたらいいのか分からなくてなんか足筋の時はとりあえずぐるぐる巻きに首につけたんだけど、なんかめっちゃね、めっちゃ長い紐がもう雲みたいに生まれてくるんですよ。何これと思って、着方が全く分かんなくて。でもこっちが正面なんですよ。だから足筋の時はとりあえず一周させて正面でくくってリボンにした記憶があるんですよ。でこうちょっと下げて、ここでこうなのかなって思ってこうやったんですよ。こういうことかなって。どういうことって思って、あまりにも長いからちょっと今日はなかったことにしてます。
中に収納。収納してます。でも前に結んでも可愛かったから前に結んでみた。誕生日おめでとう、ありがとう、嬉しいし。そう、なんか冬は女の子っぽい服が好きかもしれない。なんか夏は結構かっこいい服とかが好きだけど、なんでだろう。なんか最近は服買う時もそんな感じですね。なんか冬のかっこいい服ってマジでスウェットとかなんよね。スウェットのセットアップってさ、てかおしゃれな人しか似合わないイメージがあって、私が来たらめっちゃコンビニ行く人なんよね。まひなさんとかが来たらめっちゃおしゃれな人なんだけど、だからもう冬はちょっと本当はかっこいい系の方が好きなんだけど、女の子で行こうって思った。だからもうモコモコばっか買ってます。そう、モコモコってめっちゃ言われるけど、誕生日おめでとう、ありがとう、サンキューサンキュー。まあでも結構真面目な配信はちょっと日またぎ配信でやっちゃったから、ちょっとここではね、この夜のこっちの配信では割とのんびりゆったりな誕生日パーティーで行こうかなって思ってる。まあそんな誕生日パーティーっぽいことはしないんだけども、自分も今日誕生日です。おー、おめでとう。なんか私のファンの人ね、今日誕生日の人結構いるかも。同じですね、12月1日1201。しかもね、あの48とかでもね、太田優里さんとかも一緒の誕生日、もう生年月日全く一緒だったりとか、あの17期のホテちゃんとか誕生日一緒だった、初めて知った。あ、そうなんだと思って。そう、愛子さん、愛子様も誕生日、うちの妹 LINE ギフトくれるときに愛子様とゆうちゃん誕生日おめでとうって来て、でもそんな知り合いみたいに言うもんじゃないよ本当にって思いながら。そうなんですよ、結構多いかも。12月1日生まれ、他にもいっぱい多分いるよね、芸能人とかでも。やめなよって思う、本当にうちの妹気安く LINE ギフトに書くんじゃないよ。おめでたいですね。おてちゃんバースデーケーキ食べる配信してた。17期かわいいよね。私なんかあんまり言ったことないけど結構17期生好きで好きでとか言ってめっちゃ可愛い。もう最初からめっちゃ完成されてるっていうか可愛くて、フォローしてないんだけどツイッターは。誰推しか気になる。誰推しだと思います。でもあかりんさんが17期の、多分本人言ってなかったあれだからちょっとあんま名前とか言わないでおくんだけど、17期生のあるメンバーがすごい好きで、めっちゃ言ってくるんですよ。もうなんかねえ、めっちゃロリだよみたいな、なんかあかりんさんロリコンだからめっちゃ言ってくるんですよ。でそっから17期を知るようになって、
あのめっちゃ全員可愛いなと思って見るようになりました。ちょっと言わんとこかな。いるんだけど、いるんだけど、ちょっと言わんときますね。いつかもしかしたら言うかもしれない。だから STU の3期生も可愛い子が来てくれたら嬉しいな。言ってよ。いや言ってもいいんだけど、なんかちょっと分かんないじゃん、向こうに迷惑かけるったらね。ちょっとあれだから、でも皆さんが書いてる名前の中に全然いました、いました。うん。全然秘密にすることじゃないんだけどね。いやでもあの17期生が結構好きだっていう感じですね。乃木坂みたいな雰囲気ある。私ね、乃木坂さんの5期生をめっちゃ好きなんですよね。なんか最近アイドルになった人たちって顔面偏差値めっちゃすごいって思いながら、最近好き。ご期生では誰推し？え、多分ね、分かると思う。私が誰推しか分かると思う。私の今までのこのアイドルの推し名を考えてみて、顔のタイプとかを見た時にもうバッチってくる方がいらっしゃるんですよ。どなた？あ、でも正解出てる。すごいね、やっぱ分かるのかな。すごいすごいすごい。私はもうね、顔がもうお人形さんみたいな顔がもう本当に大好きなんですよ。ドール、ザ・ドールって顔が好きなので、皆さんが今もう書かれてる、うん、全く正解っていうかその通りでございます。な、相手なんでこんな名前出さないって言われたらなんかちょっとあれだけど、はい、最近なんかすごい推しメンがどん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 増えてくるって感じですね。言ってもいいのに。ねえねえ、別に言ってもいい、別に隠す必要ないんだけど、ちょっとあのね、なんかなんかで迷惑になったら言えないからちょっとやめときます。でもね、本当にすごい好きなんですよ。いや、17期も乃木坂の5期生もいい人が多い。だから STU の3期生ももう美少女がいっぱい来てくれたらもう私は嬉しい。18期もすぐ入るね。早いよね、 AKB さんもう18期、なんかスパンが早い。でも NAB さんとかめっちゃスパン早いイメージある。なんかもう若手がいつの間にか若手じゃなくなってるイメージある。何人ぐらい応募集まるか、え、何人ぐらい集まるんだろうね。
けど、とにかく可愛い子がもうなんか私欲みたいになってる、本当私欲のためみたいになってるけど、可愛い子が入ってきてくれた私が嬉しいなっていう、はい、へへへゲヘゲヘみたいな、もう本当ダメだね、もうなんかいやらしいね、やめとこやめとこ、汗汗うん、推し変される心配ないの、なんか私のファンの人そんなどうだろう、なんかもう若い子推すの疲れてるんじゃないかな多分分かんない、多分もう若い人推すの疲れてると思うからここで収まるんじゃないのかなってイメージてるって言ったらあれだけど、大変じゃん一からまた関係築くの一からまた認知されるところから始まってみたいな、大変じゃん結構だから多分ここで落ち着く人が多いんじゃないのかなっていう、どうなんだろう、こんな余裕ぶっこいてたらダメなのかもしれない何飲んでるの、多いお茶です、濃いめの、そうだからそんな思ったことはないけど、うん、たまには嫉妬してほしいかも、でも公園で他のペンライトしてたらマジで怒るよ私もうレスするのやめようかなって思ったもん、ね、そこら辺は厳しいですけどなんか気持ち悪いこと言ってる今、どんな感じで怒るの、どんな感じで怒る、あもういいやみたいなあもういいやみたいな、はいもう了解ってなっちゃうかもしれない、どうだろう、どんな感じ、難しいね、僕見放されてるやん、手紙で謝ってるけどおもろ、もう公園に行けないかも、ちゃんとレスしてあげるよ、そんなそんなしょげないしょげない、嘘嘘、そこまで厳しくないよ、うんお誕生日おめでとう、ありがとうございます、マイキューカラーからおきちゃんカラーに変えたらレッスンもらえなくなった、嘘本当に、いやでもその逆もあるかもしれないからね、なんかさ公演の時ってさたまにこうなんて言うんだろう、客席が真っ暗の時あるじゃないですか、なんか照明によって、その時ね顔が見えなくてペンライトの色しか見えない時がたまにあるんですよ、なんか普段はそんなことないんだけどたまにそういう時はもう、ね、ペンライトの色でもうあの見つけてる時があります、うん、もうあれよ、真っ暗なトンネルとかでもう懐中電灯持ってる感じそれが頼りみたいなあるから、うん、
そういう時は、うん、あれかもしれない。想像してください。この真っ暗なトンネルを歩いてる時に。内輪の裏表違うのは気づく。気づくときは気づくし、どうだろう。なんかってそんな、なんか言うほど、なんかこう、なんて言うんだろう。なんか単押し以外をもう絶叫ってわけじゃないんですよ、別に私。なんかそんなめちゃくちゃこうなんでみたいな、なんでその子に行くのみたいなこともあんまないんですよ、私は。そんな言うほどないんだけど、だから自分の出てる時に私の班の人が違うペンライトを変えたら、もうそれはなんか宣戦布告に見えちゃうんですよ。なんかおっとみたいな、おっとみたいな、私おるんやでみたいな。その別に他のメンバーのユニット曲の時とかまでとか、ヘタレたちの時までこう別に紫でしろってわけじゃないんですよ。ただなんか売られたものを買わないわけにはいかんみたいな、なんかそう、全然嫉妬とかじゃないんです。嫉妬とかじゃないんですよ。難しい、なんて言ったら分かんないんだけど、別にだからそのなんか普段だから DD だから厳しいとかそういうわけじゃなくて、なんかこうなんて言ったらいいんだろう、難しい、言語化できない。どうですや、え、違うんですよ。え、嫉妬なのかな。そんな感情が私の中にあったんだろうか。すごいなんか欠落したロボットみたいなこと言ってるけど、違うんですよ。なんかこうも他のメンバーがやってるなんか感じの、なんか可愛い嫉妬深い彼女みたいな行動はしたことないつもりなんですよ。なんかもうそういうのとはまた違う、なんか違う感情なんだよね。なんだろう、なんかこうなんか違うんだよな、なんて言ったらいいのか分かんないけど、もう売られた喧嘩にしか思えなくて、なんかこれは売ってきてるな、あ、これは買うしかないみたいな、なんて言ったらいいんだろう。なんかもうそんな、なんであの子のこと見るのみたいな、なんかそんな甘い感情じゃないんですよ。なんかもうだから狼って自分の獲物にめちゃくちゃ執着するんですよ。あ、狼じゃない、クマか、ヒグマ、ヒグマってもうその自分の餌が取られたらもうその餌をどこまででも追いかけていくんですよ、横取りされたら。なんかもうそれと同じ感情、縄張り意識、なんかそんな動物みたいな、そんな縄張り
そんなことじゃないけど、なんかこう違うんだよな。なんか皆さんとか他のアイドルがやってるようなあの可愛いもんじゃないんですよ。難しい、なんて言ったらいいのかわかんないけど、なんかもうなんて言ったらいいのか難しいな。ヒルドラ的な、いやなんかそんなドロドロもしてないんだよな。なんかもう少年漫画のバトルみたいな、そういう気持ち。私も今日誕生日お揃いだね。お、おめでとう。まあまあいいんですよ、こんなよくわかんない話は。なんでこの話になったんだろう。ちょっとお茶の、もうなくなったお茶、きっとありがとうございます。そう、難しいね、なんて言ったらいいのか。押し増しはいいの、別に押し変、押し増しにどうとかじゃないんだけど、なんか違うんだよな。もういつまでするな、するのこの話って感じなんだけど、なんか違うんだよな、そういうことじゃないんだよな。なんかもうあの子に押し増しするのやだとか、もうなんかそういうレベルじゃないんだよな。もうなんだろう、え、難しい、言語化に難しすぎる。別に DD だからどうとか、単押しを優先とか、そういうことでもないんだけど、ないんだけど、何なんだろう、難しい、難しいよ。別に私 DD だから嫌いとか、そういう人でもないんだよな、そういう人でもないんだけど、うん、難しいですね。まあまあまあ、女の子は難しいということで締めますわ。締めたいと思います。よくわかんない話になっちゃったな。急いでるわけでもないのに追い抜かれるとイラッとする感じかしら。おお、なんか、そうなのかな、わかんない。言わんとしようとすることはわかるけど、どうなんだろうね。まあ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 、というよくわかんない話を繰り広げましたね。23歳何の話してるんやね。部屋があったかいから顔が赤くなってきた。12月1日で終わっちゃう。そうなんですよ、今日でもうすぐしたら終わっちゃいます。ポコちゃん寝てるの。ポコちゃんは起きてますね、餌食べてます。あ、12月で人前に出るお仕事は、その12月3日のベストアーティストと、 4日のあの下関のイベントに
私言ったっけな、もしかして告知してないかな、なんか下関のボートレースでなんかパフォーマンスをさせていただきます。それが23歳になって初めてのパフォーマンスかな、ベストアーティストとボートレースのイベントが、うん、買う、わかんない、買えるのかな、私ボートレースあんまり詳しくはないけど気になるよね。でも岡山小島とか有名だったから、そうなのでよろしくお願いします。まあ、まずはベストアーティストぜひ見てくださると嬉しいです。あとは競馬だね。なんで競輪、競輪ボートレース競馬ってこと？一応ね、なんか大人面で行かせていただきます。ぜひぜひよろしくお願いします。オートレース、あー、あるね、うん、ゆくゆくはラスベガス、キッキッキッ、カイジ、よろしくお願いします。なので楽しみ、23歳ですぐにこんないろいろ出させていただけるの。クイズの答えはメールで、そう11月の1ヶ月間なんか私に関するクイズを出してたんですけど、メールの答えはですね、先月のメールの答えは今月のメールのタイトルに懸命にあります。ありがとうございました。クイズ11月ずっとやってくださって、どれぐらい正解したんだろうか、結構意地悪問題も多かったと思うんですけど、たくさんありがとうございました。いっぱい答えてくれてありがとうございます。もうなんか最後の方になったら本当なんか私の方がネタ切れ、私 の方がもう出す側の方がめっちゃネタ切れでした。半分ぐらいだった、結構難しかったと思う。でもありがとうございました。何かご褒美ありませんか。じゃあ話し会でクイズ正解したよって言ってくれたら私からよしよししてあげます。ありがとうございました。23歳初クイズください。そんな高齢化するつもりないけど、初クイズ、初クイズか、なんかあるかな。難しい、なんかあるかな。もう出し尽くして中身がないよ私今。中身ないで、高齢化していく。もう私は結構ようやく終わったぜって感じ。いや本当はその別にクイズがやりたかったわけじゃなくて、なんかその継続したかったなっていう、11月何かを継続してみたいっていうきっかけで始まったから。いやでも、ね、11月途切れることなく途切れることもなくできてよかったですね。途切れることもなくね、本当に途切れなかったからね、よかったかなと思います。いや改めてなんか継続できる人って素晴らしいなって思いましたね。
途切れることもなく、ちょっと時差があったからちょっとメールが送れなかった時はあったけど、そう沖縄行った時にねちょクイズ送れなくてね、時差があったから沖縄帰ってきたから送りました。広島時間で送りましたけど、ウチナータイムってやつですね。誕生日おめでとう、ありがとう。いやソラハとかすごいよね、本当にブログとかも何年毎日更新なんだろう。すごすぎる。ブログ書かなきゃね。毎日ソラハすごいね。ね、すごいですよね。偉すぎ。偉すぎ、偉を。来年ドラさんのイベントあるかな。なんかソラハが載せてた写真今年なんだって思ったらびっくり。あのドラさんの4周年イベント、やってほしい、やりたい。やりたいね。マネージャーさんに頼むか。3人だからね、難しいんだよな。でも研究生が4人で講演やってるから、なんかあれを参考にすればなんとか、着替えとかしなかったらもうちょっとなんかMC 短くてもいけるんじゃないかと思い始めた。まあ、あれはねイベントだったのでね、 MC 時間込みでしたけど やりたいね。もっと大きな会社でお願いします。怖いね、いけるかしらでも4周年の時は結構みっちみっちだったからな、ファンの人たちがもうちょっとゆとりあるところでやりたいかもしれない。うん、やりたいですね。サンプラザ大きすぎ。ちょっとね、今年じゃないわ、来年になるのかな、やれるとしたら。来年もできたらいいなと思います。お願いします。もうあれだね、50分早いですね。私ね、遠征あってパッキングをまだしてないんですよやばい、今日中にしなくちゃいけないのにまだパッキングがしてない。クマタワーありがとう、サンタさん、バッチさんありがとうございます。もうすぐしたら1時間、わありがとうございます。キングをせねばならぬ。大変だね、大変だ。2泊3日してきます、やばい全然やってない、やらねば。
コタンどうするの？コちゃん預けます。またスタッフさんのところに今度は預けます。寒いからね。ねえポコちゃん寝てますね。出張目ですな。ねえ、なんか11月めっちゃいろいろ行ったな。12月も行くのかな。楽しみ。でも今月はクリスマスもありますしね。コンサート、コンサート、へい、楽しみ楽しみ。私クリスマス大好き。何の別にプライベートで遊ぶこと何もないのに大好き。なんかね、洋画の主人公の気持ち。もうあのお店とか外装がもう素晴らしい。ベストデザイン賞をあげたくなる。クリスマスのいうデザインに。ワクワク起きちゃん、いやワクワク起きちゃんよ本当。ホームアローン、ホームアローン大好き。いやでもしかももうクリスマスツリー買おうかなと思ったんだけど、あのでっかいやつじゃなくてもちっちゃいあの卓上のね。でもなんか1ヶ月しか置けないって思ったら買えなかった。半年ぐらい置いてもいいなら置くけど、うん、楽しみだねクリスマスコンサート。うん、毎年使えば OK。 まあね、でも私出したりしまうのめんどくさいタイプだからな。誕生日おめでとう、ありがとう。じゃあそろそろ10時になるので、なったか、もう終わろうかな。クリスマスって何ですか？クリスマスは STU と STU のファンの皆さんが一緒に楽しむイベントです。それ以外に理由なんかあるっけ？ほえ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 、それ以外に理由あるっけ？あとキリストさんの誕生日、それ以外なんかあるっけ、なんかあるっけ、なんかあるっけ、うん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 。毎年クリスマスはね、ヒャダインさんのね、クリスマス何それ美味しいのを聞く季節ですからね。さあそろそろ壇上を読んで終わろうかな。タワーのねお礼もねまた絶対するんで、ありがとうございます。ちょっとたくさん皆さん本当にありがとうございますね。では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 、そろそろ配信終わりたいと思います。ありがとう、めっちゃお祝いしてくれて。では13位から読みますね。13位、あ、コート。13位ジェリーさん、12位ザックさん、11位ハラミチさん、10位クジのタイガさん、9位ナルソーさん、8位ワッチさん、7位エリオさん、6位バンボシさん、5位コバチャさん、4位がデュークさんでした。13位から読めての皆さんありがとうございました。そして3位がホクさん、2位がトートーさん、1位がトニトニチョッパーさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。すごいたくさんのタワーとかおめでとうってコメントとかありがとうございました。またちょっとタワーのお礼もね、そのひもたぎ配信の分と今回の配信の分もちゃんとお礼する予定なので、ちょっとだけ待ってください。お待ちくださると嬉しいです。ありがとう。あまり誕生日パーティーっぽいことしてなかったけど、かろうじてケーキ食べたぐらいで。23歳もこの配信ではあまり真面目なこと言ってないんだけども、23歳もね変わらず推していて楽しいって思ってもらえるような
イドルになれるように頑張っていくので、皆さんずっとずっと見守っててくださると嬉しいです。ということで、そろそろ終わりたいと思います。配信見てくださってありがとうございました。23歳の私もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。23歳、23、頑張ります。それでは配信終わりたいと思います。バイバーイ。毛布をかぶせてポコの部屋だけ暗くしてます。ポコちゃん感謝してほしいな。あ、いそう。あれ、感謝してほしいな、ポコちゃん。あ、疲れたっていうね、まあ、それだけをただ見せたい。私のこの苦労を誰かに知ってほしいための配信です。多分すぐ終わります、この配信。大変だったね。大変でしたよ。もうなんかクリアファイルでももうこんぐらいもうもりもりにこぼしたんですよ。クリアファイルでこうやってすくって、クリアファイルでこうやってすくって、クリアファイルでこうやってすくって、あと掃除機でブワーってやりました。うん、頑張ったよ。おお、おぽこ、うん、トントンしないでくださいってペットショップとかでも言われるから、トントンしないけど、ぽこ。さっきまで起きてたのに、綺麗になった。あのお風呂入っていいんだよ。音沙汰なしです。まあ、まあ、この配信に特に意味はないんですけど、まあ、綺麗になったよっていう報告でした。あー悲しい。ポコ、あ、やべ、ゴツンってしちゃった。ごめん、ごめんね。お誕生日おめでとうございます、ノアピより。ノアピー、ノアピーありがとう。顔見せよう。ちょっと待ってね。よいしょ、ノアピーありがとう。悲しいことがあったけど、ノアピがおめでとうって言ってくれたから元気出たよ。あまた話そうね。ありがとう。じゃあポコが出てくれたらいいなって思ったんですけど、出なさそうなんで終わろうかな。今年もよろしくお願いします。お正月みたいだね。また一緒に公園出れたらいいね。ありがとう。じゃあそろそろ終わろうかな。ボコちゃん最後に顔だけ見せてくれたらね、私が報われるんだけどな。ボーコ、ボーコちゃん、おぽこ。もうモコモコってやつがもうモコちゃんに変えるよ、名前。モコちゃん、昨日言われてたよコメントで、モコちゃんって。ポコモコちゃん。ペットヒーターあるの？ペットヒーターありますよ、うさぎさんよね。結構あったかいんですよ。あのね、この下に引いてるのが
ペットヒーターなんですけど、なんかハムスター用はなくて、ウサギと同じやつ使って、このここに引いてるから、もうここでずっと寝るんですよ本当に。この範囲が結構決まってて、なんかねこれすごくて、裏面に色が違うじゃないですか、上下で、こことここで、上が割とあったかめの温度で、下がぬるま湯温度なんですよ。で寒い冬は濃い方の、濃いピンクの方を上にして、結構あったかいんですよ本当に。さっき触ったんですけどめっちゃあったかい。でこのこんぐらい差があるじゃないですか、この手突っ込んでもあったかいんですよ。そういい環境だよね。ちなみにここね、私のこたつ、これこたつなんですけど、こたつのすぐ隣に置いてる、だからここが沖家の温まりスポット、人とポッコと。でもこのケージが壊れたから、ここが壊れちゃって新しいの買おうかなって思う。でもこれ割といいケージなんだけどな、なんか壊れちゃった。今ねマスキングテープで補強してます。顔を見せんか、パカー。餌あげようかな、どうしようか。種あげようか迷うけど、でももう今日食べちゃったしな、やめときます。スルーされてる。そうなんですよ、スルーしてる。パカー、顔だけちょっと見せてあげてよ。ポコちゃん、あ、ポコごめん、でもちょっとだけおいで。もぞもぞしてる。これ寝てますね、ちょっと。ポコちゃん寝てますね、これは。モコモコ、モコちゃん、あなたもしかして起きる気ない？さっきまで起きてたのに。あなたのトイレを変えて砂を落として掃除したの私、褒めて。あ、寝てますね。カメラだけ潜入させよう。ちゃん、おはよう。似てますね。出る気ないですね。まったく出る気なさそうですね。おぐちゃん、おうちゃん出る？あ、もこちゃん、もこちゃん出てきた。おはようございます。どうですか、掃除したんですけど。掃除したんですけどいかがですかね。ポーチ、ここどうか、どう、もこちゃん、もうじゃん、ここどう？新しい砂だよ。どうすかね。
これどうですかね。え、もしかして出ようとしてる？え、もしかして出ようとしてる？おお。ダメだよ。でも出ないんですよ。最近あんま出ないから出ないと思うんだけど。出ないでしょ、あんた。おじゃん。最近なんか諦めるんですよ。だからあんまり出ない。あ、あれ？え、まさかの出たい系？あれ？やっぱ出ない。さようなら。押しといてなんだけど。ごめんね。ごめんね。あ、あ。さよなら。バイバイ。まあじゃあそろそろ終わりたいと思います。うん、まあ片付けたしいっか。オッケー、なんやかんや砂も片付け。砂って難易度高くないですか？だってカーペットに砂だよ。すごない？もうサラサラですよ。頑張った。ということで23歳のラストは、ラストっていうか初日のラストはポコ太郎のトイレの砂をこぼした一日でした。では誕生を読んで終わりたいと思います。13位、末っ子長男さん。12位、ごちゅうさん。11位、まるさん。10位、すなねこさん。9位、ディアスさん。8位、師匠さん。7位、君空さん。6位、わわさん。5位、おかずさん。4位、かずのりさん。3位、TM さん。2位、ジェリーさん。1位、とうとうさんでした。ありがとうございました。皆様、良い睡眠をお過ごしください。ということで、ありがとうございました。定点ポコ太郎映像でした。バイバーイ。さようなら。